元気になって本当に嬉しいなと思ってるし、もしその福田さんと同じステージになってたらいいなということで参加したいと思って、メンバーにみんなに声をかけて参加してもらってきました。そうですね。で、本当今日すごく出てるんですよ、福田さん。本当にいいのかなと思いつつも、いや、こういう機会なかなかないので、もう無理言って、次の曲はですね、福田さんとイーチも出てもらうことにしています。で、ちょっとその前に、せっかく僕ら、わざわざ名古屋から来たので、名古屋の関係の話で、ちょっと2つだけお知らせをしたいんですけど、名古屋でもですね、大きなフォルクローレ音楽祭を、グループ、こういうフォルクローレグループが名古屋もたくさんあるんですけど、有志で実行委員会を作って、もう毎年ですね、やってる名古屋フォルクローレ音楽祭というイベントがあります。第8回が今週の、なんと日曜日にあります、はい。で、なかなか急では来れないと思うんですけども、毎年やってますので、来週11月6日ですね。で、それから来年も同じように11月の第1週にやるので、もしよかったらぜひ、東京関東方面からも参加していただけるとありがたいな。今日酒井さんっていう方も別のバンドで出ていただけるのでありがたいと思いますが、どんどん東京からも来てほしいと思います。それともう一つはですね、とってもプライベートで申し訳ないんですけど、私たち自主制作 CD を出してて、1000円でお詫びしておりますけども、ちょっとなかなか名古屋から東京交通費もかかるので、もし気に入っていただければですね、カンパだと思って買っていただけるといいなと思ってます。みんなにメンバーに声をかけていただけるとありがたいなと。では、福田さんとイーチ、お願いします。はい、もう本当に申し訳ないです。皆さんもそれを望んでるんじゃないかと。じゃあ2曲過ぎで終わりになりますけど、私たちのやつはカルナバル・アルキペリオ、とっても楽しい曲なので、皆さんもですね、ぜひ手拍子と、それから時々僕らのホーって規制を上げますので、そのタイミングで入れていただけると非常に盛り上がるとかなと思います。みんなで元気になって、福田さんを応援しましょう。バン。
大変な意外でした。もう一度大きな拍手をお願いします。